はい、こんにちは、ブラザーです。今回なんですけども、私もマジックがね好きだってことはもう皆さん知ってると思うんですけど、今回僕がマジック好きでめっちゃすごいマジック3つ今回特別に解説していこうと思います。初心者とかでも、もうどんだけもうマジック何にもやってない人でも絶対にできる超簡単で、さらにめちゃくちゃすごいやつを3つ用意したので、それではまず1つ目、実演からやっていきましょう。どうぞ。はい、それではマジックしていきます。1組のトランプ使います。混ぜます。そしたら1枚のカードを選んでください。そして覚えてください。じゃ、このカードを送り届けてください。どっちですか。じゃ、こちらここに入れます。そしたら今からあなたの選んだカードをちょっと当てていきます。想像しててください。なんとなくわかりますよ。クラブのジャック。はい、じゃあ解説していきます。ちょっとあの動画でだけで見たら、ね、ちょっとなんか誰でもできるとか、なんかただ見ただけだよって思っちゃうかもしれないですけど、まあ実際2人だけとか大人数でも全然見せれるマジックなので、ぜひやってみてください。で、種明かしなんですけど、まあまず一組のトランプしか使わないんです。で、とりあえず適当に混ぜさせます。まず混ぜ出したら1枚のカードを相手に選んでもらいます。まあこれとかですね。まあ例えばこの場合ダイヤのこれを覚えてもらいます。自分は見ないですよ。で、これ覚えてる間に一番下のカード、デッキのこのトランプの一番下のカードを覚えます。この場合で言ったらハートのジャックですね。ハートのジャックを覚えます。で、これ見るんですけど、お客さんたちは全員多分ここに集中してると思うんですよ。このカードを覚えることに集中してるんで、大体こっちを見てること、こっちと左手を見てることはほとんどないと思うので、結構大げさにやったことは案外バレないと思います。一番下、まあ見方で言ったら、まあ一番いいのはこういう感じです。チラッとこうひっくり返す要因でこうチラッとここで見るみたいな感じ。それがこう、まあやっていたのか知らないです。まあもう最悪別にこういうのでも全然見ていいんです。まあ見たりとかしてね、チラッとこう見ても全然いいとか。でなるべく一番下のかと思います。で、そしたら覚えましたかと言って半分取ります。このトランプの中半分ぐらいこの取って適当に取ったらここに置いてくださいと言います。で、これ置きますよね。そしたらこの上にこれを全体置きます。そうすると今どうなってるかっていうと、今自分が覚えたハートのジャックありますよね。ハートのジャックの手前に相手のお客さんの選んだカードがあるっていう構造になるんですよね。それはわかりますよ。なんでそれを使って相手の選んだカードを記憶します。見ます。なのでそこでお客さんに今あなたの選んだカードを私が今から当てますと言います。まず当てますと言って想像してください。コロナと言いながらチラッとこうトランプ見ます。チラッとで、ほんとになんかこうラフに、ね、別にこんな見なくても分かりますよ風な感じで当てますよみたいな。そしたらさっきの覚えたハートのジャックを探します。チラッとこう中ら辺にあると思うけど、あったらこの1個手前のカード、この場合で言ったらダイヤの6ですね。ダイヤの6が相手の選んだカードです。なんかこうチラッとこう見てはいはいと言って戻します。で、何でしたっけとかつって、いきなりダイヤの6って言ってもいいと思いますし、まあちょっと赤いカードじゃないですかとかつって、ダイヤじゃないですかで6じゃないですかって言っても全然大丈夫です。それで相手のなんかカードを覚えるとか、まあ一番下を覚えて選んだカードをここに置かせておけば手前に来るんだよね。選んだカードが自分の覚えたカード、それをさえ覚えてればこのマジックができると思うんで、これめちゃくちゃ多分本当実際やったら本当すごいと思うんで、ぜひやってみてください。はい、じゃあ一組のトランプ使います。混ぜます。そしたらこの中から15枚のカードを使うので、もうお客さんぜひ選んでください。何でも大丈夫です。好きな15枚選んでください。まあ、今回適当に選びます。はい、じゃあこの15枚の中から1枚のカードを選んで覚えてください。じゃあこれですね、これを覚えてください。そしたらもう混ぜます。もうお客さんも混ぜちゃっていいですよね。5回言いましょう。そしたら多分まあ3つぐらいに分けます。15枚で5枚5個ずつぐらいに分けます。5個ずつぐらいに分けます。あなたの選んだカードこの束の中にありますか。ある。おお、なるほど。この中にありますか。あ、ない。あ、そっか、ここにあるさもないですよね。ここにある。おお、マジですか。 OK です、ありがとうございます。もう一回ぐらいちょっとやります。待ってます。3つ目この中に選んだことあります。あ、ない。ありますか。ある。ありますか。ない。まあ、そうですね。はい、ラスト塗っていきます。ラスト1回だけ塗ります。選んだカードこの中にありますか。ない。ある。ありがとうございます。そしたら適当に交互にこのように置いておきます。
こで全体を重ねます。でこの状態でね、選んだカードが浮かび上がってきます。いきますよ。このようにしてると、なんとあなたの選んだダイヤのエースが出てきます。はい、じゃあ解説していこうと思います。これもね、ちょっとなんか映像だけで見たらね、こんなんね、ただなんか誰でもできるでしょみたいな思っちゃうんですよ。これ本当にマジで誰でもできるっていうか、一人とかで大人数でも絶対バレないんで、本当にすごいんです。これ映像で見たら全然すごくないと思っちゃうかもしれないですけど、多分本当に全然映像じゃなくて目の前でも全然できるんで。で、そしたらまず一つのデッキから15枚をお客さんに選んでもらいます。自分で選んだとなんかおかしいって思われちゃう人もいるんで、15枚は適当に選んでもらったら、そしたらこの15枚の中からどれが1枚のカードを覚えてもらいます。で、これ最悪これ選んでこうやって覚えるとかじゃなくて、別に思い浮かべるでもできます。思い浮かべてください。まあ一人の相手ですよ、それは。で、まあとりあえず選んでくださいと思います。まあ例えば今回の場合だったら、まあクラブの10、まあだとします。で、じゃあもう混ぜます。もうどんな形でもいいです。くちゃくちゃに混ぜちゃって大丈夫です。で、そしたら5個に5枚の束を3つ作ります。適当に3、4、5と取って、パッとこうラフに置きますね。5枚取っていうか、もうこれ全部あれ、あ、ここ6枚だった。5枚取ってパッと、これも5枚取ってパッと、ここも5枚ですね、とか。で、そしたらこっちから、まあどこからでもいいんですけど、この中に選んだことありますかと聞きます。で、その時自分は見ないです。この束はありますかって、こう、本当はこんな感じです、ね、見ますか、ありますか、ないですと言いますね。クラブの10段で、ここにありますか、あると言います、ね、あると言った、あると言ったら、このあると言った束を真ん中に置きます。どういうことかっていうと、ここにあるって言われたらこう置いて、こういう感じです。真ん中にします。なんで例えばここに選んだカードがありますよって言ったら、ここを真ん中にします。で、挟むって感じです。こういう感じにしてください。適当に5個配っていって、まあ、ここにある、どこでしょ、ちょっと比べましょうか。ここにあるって言われたら、ここを真ん中にします。束の中に1、2の3番目と、2番目に選んだのある束をやります。で、それを3回繰り返します。で、2回目以降は5枚ずつをパッと置くんですけど、それじゃなくて1枚ずつこうやって割ってください。1枚、まあ、15枚なんですぐ終わると思います。5回分ければいいんで。同じ分けて、もう1回やります。どこありますか？あると言います。あると言ったら真ん中に置くんで、まあ、どちらも一緒で、まあ、どっちかに置いて、真ん中にこう。で、重ねます。で、もう1回やります。この時は、そう、束を見せる際は相手に、あ、自分は見ないように。ありますか？って言って、自分は見てないんで、本当に何も分かんないですよ。で、これありますか？と。ある。あると言われたらまた真ん中に置くんですけど、今回は違う。3回目の場合は一つの束をここに置きます。これどっちでも大丈夫です。そしたら1枚目をここにちょっとずらして真ん中に、で2枚目ここちょっとずらしてね、こういう感じです。で置きます。で3枚目相手の選んだ感じですね、をまあ重なるようにこんなに置きます。4枚目も重なるように置きます。そして5枚目をこのように、そしたらその上にこの5枚の束を置きます。これ置いて、そしたらもう自動的にまず、まあ、上がってくるんですよ。まずダイヤの9、まあ、こっち側を押します。こう押して、次スペードの9が押すと自動的にこのクラブの10がここで上がるんですよね。上がる仕組みになります。これであなたの選んだカードはこれですね、と当てることができます。まあ、もう一回やると 3、4、5枚やって、残りの5枚を、まあ、置き方は本当こんな感じで真ん中ぐらいに置けばいいです。で、その上にちょっとこんぐらいでね、ずらして置いて、こんな感じで置きます。で、裏から見ると上側から落として、下側から突き出すと、この、クラブの5、あ、今回はクラブの5ですね。真ん中クラブの5だったんで、まあクラブの5、まあこの味で選んだ方が上に上がってくるというマジックです。これもぜひ本当にすごいのでやってみてください。一目のトランプ使います。よろしくお願いします。混ぜます。お客さんもぜひ混ぜて、ぐちゃぐちゃに混ぜてください。で、ぐちゃぐちゃに混ぜてもらったら、この状態のまま、もう一切仕掛けないですね。混ぜた状態のまま、2枚の予言のカードを使います。今が持ってるんです。まず1枚目の予言のカードをします。1枚目の予言のカード。スペードの4です。そしてもう1枚連のカードはこれでしょう。
ダイヤのエースにします。でそしたら今回2人のお客さん の相性診断をやっていこうと思います。じゃあそこの2人やってもらいます。そしたらこうデッキそのままこう丸ごと渡すので好きなところでこれ1枚ずつで配っててください。こんな感じ、こんな感じ配っててください。で重ねて配っていって好きなところでいいのでもうここだと思ったら止めてください。その時に、まあ、早くしてもいいし遅くしてもいいしのでぜひこうやってください。でお願いします。もう本当に好きなタイミングで大丈夫です。これで大丈夫ですか？ OK です。じゃあそこに1枚目の4のからスペードの4を置いて全体を重ねる。そしたら2人目も同じように1枚ずつこうやって配っていってください。で好きなところで止めてください。お願いします。でさっきのこのスペードの4が出るまででお願いします。まあ本当に大丈夫です。好きなところで止めてください。さっきのスペードの4が出ないところならいくらでも大丈夫です。これ大丈夫ですか？ OK です。でじゃあ2枚目の4のからダイヤのエースを置いて全体を重ねます。そしたら今どうなってるかというと広げるとまあスペードの4とダイヤのエースが表向きになってます。でこれ、まあ、もうちょっと遅かったら、まあ、こっち側に行ってただろうしもうちょっと早く止めたらもうちょっとこっち側に行ってただけで本当にもうたまたまねここなんです。たまたま選ばれた止められたところがこことここでした。いやー2人マジで相性マジで抜群ですよ。止められたところの相性は抜群でした。はい、じゃあ解説していきます。まあこれもちょっと映像上ちょっとあんまりすごいと思えないかもしれないですけど本当に2人の相性診断っていうマジックです。まあぜひやってみてください。これも本当にすごいんです。でもこれやり方なんですけど、まあ、混ぜてもらってまずめちゃくちゃ混ぜてもらってでこのお客さんがもう混ぜた状態のまんまやるのが一番いいと思います。で印象付けます。お客さんが混ぜたので何も本当に仕掛けないですよねと印象付けてそのままこう見ます。こう自分誰が見れるんですよその時に。でここに4人の方が2枚出したと思うんですけどその4人の方が2枚をどうやって出すかっていうとまず1枚目が一番下のカードこのカードですね。言っちゃうハートの10のもう1個の相性のカードを出します。なんでダイヤの10ですね。ハートの10の場合ダイヤの10を出します。これは見えないようにして1枚目の4人の方がダイヤの10ですよ。これをここを見せないようにしてください。そうすると感づかれてしまうのでダイヤの10ですと言ってもう1枚は一番上のカードの似てるカードというか、まあ、相性のカードですね。この場合ハードのジャックですのでダイヤのジャックを持っています。2枚目の連のカードはといってダイヤのジャックをこうやって出します。でそしたらこの状態のまんまお客さん2人の相性診断をやりますといって1人ずつ渡していくんですけどちゃんと説明しないと本当に余計なことをするかもしれないのでちゃんと説明してください。で渡して手に持って1枚ずつここに置いてくださいと言います。1枚ずつって言わないとこう手量にバッと置かれちゃうと困るので1枚ずつこのように置いてもらいます。で好きな順番でいいので止めてくださいと言います。好きなところでいいので止めてくださいと言います。こんな感じでそれはもうこのように1枚ずつこうやって一回こうやってね例みたいにやってみるといいと思います。やってみてもいいんですけど一番上のハサミジャックが崩れないようにしてください。こんな感じでやってくださいと言ったら1枚ずつこう待って落としてくださいで渡します。で1枚ずつこのように置いてもらいます。これはもうどこでも大丈夫です。止めてもらったら1枚目のカードをここに置きます。この瞬間にもうこの下がハートの10なんでもう1枚目できてます。で全体を出します。で2人目も同じことやってもらいます。1人目と同じことやってくださいって言えばいいと思いますし、まあ、説明もう一回必要だったらもう一回こうやってやっても大丈夫と思います。でここもどこでもいいです。でここのねハートの10ダイヤの10ですね。ダイヤの10が出るまでならどこでもいいよと言います。そこはちゃんと言ってください。出るまでデッドでこの間1枚ずつ送っててもらってまた一人に止めてもらいます。これもどこでもいいで置いてもうこの瞬間でハートの10がねでここで広げてこのようになってます。ダイヤの10 と、ハートのダイヤのジャックが同じで表向きになってます。でもうちょっとストップで止めるタイミングが早かったら、まあ、こっち行ってましたし遅かったらこっち行ってましたみたいなことを言います。たまたまここでしたと言ってこの右隣のカードを前に出します。たまたまこことここでしたと前に出します。で、あとは広げるだけです。お二人の相性は抜群ですよというところにあげれば自動的になるという感じです。なんで、もう一回おさらいすると、予言のカードを出すときは、この一番下のカードの相性のカードなんで、これはダイヤの5。出して、もう一枚は、この一番上、ハートのキングですね。ダイヤのキングの場合は。ハートのキングを出します。出して、一枚ずつ置いていってくださいと言います。一枚ずつ置いて、好きなところで止めていいですよ。
止めたらダイヤの5、1枚目のレンドカードを置きます。でそれを別の2人目の人に渡して、また好きなところ止めてくださいって止めてもらってハートキングを置きます。であとはたまたまここがかなり合いましたと、こことここですよ、で相性もつくんですね、こういう感じです。これねだいぶこれもね受けると思うので、これもぜひやってほしいと思います。まあ今回3つのマジック紹介してみたので、ぜひこれ練習してやってみてください。それではこの動画少し面白かったのでチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。ぜひこのマジックやってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。